さあ皆さん、人間科学部行ってみたいと思います。本日の英文法は全知。もともと15問あるんですが、まあさすがにちょっとこれ全部やってるとですね、視聴時間が長くなってですね、皆さんご覧いただけないので、最初の12問行ってみたいと思います。もちろん解説を進めていくんですが、その中で出てくる重要な情報、それは授業の最後にまとめますからね。ですので皆さんは設問を解く、そして解説を聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張っていきましょう。さあ皆さん、設問の指示の一読をお願いします。で皆さん、問いの26番お願いします。さあ皆さん、これは読んでいただいてわかるかと思いますが、皆さん、純子さんは新しくチーフになった様子が伺えます。まあ嬉しいことですよね。で皆さん、おそらくそれがこのあたりに言い換えられてますね。ですから、プラスの側面があるのはいいことなんですが、皆さん、真ん中に長時間労働という話がありますよね。で、おそらくそれがこの文末の bad に言い換えられてるんでしょうね。ですから皆さん、プラスの側面と一緒について回るのがこのマイナスの側面ですよね。ですから、いいこともあれば悪いこともあるのがもちろん人生でございます。ですから、良いことにつきものが悪いこと。逆も言えます。悪いことにつきものがいいこと。つまり、一緒について回るんですよね。ですから、正解は with ですよね。ですから皆さん、良い側面と一緒に悪い側面もついてくるわけですから、正解は K の with ということでよろしいかと思います。では、続いて問いの27番お願いします。さあ皆さん、これ空所の左側に私の頭と書いておりますので、人の体の一部ですよね。で、空所の右側には壁というお話が書いております。これで皆さん思い出せそうなものがありますよね。人の体の一部と壁。皆さん、壁にもたれかかる。壁に寄りかかるんですよね。その時に皆さんどう言いましたでしょうか。そうです。lean against the wall。そうです。壁にもたれかかるのは lean against ですよね。で、もちろん今回別に lean が使われているわけではないんですが、人間の体と壁が接触して、もたれかかる。まあ、今回は頭ですけどね。頭を壁に打ち付けるんでしょうね。ですから、lean against the wall。それの応用と考えていただきますと、選択肢の A、against が正解ということでよろしいかと思います。さて、問の28番お願いします。これはご存知の方多いかと思いますよ。read between the lines。そうです。行間を読むという意味の熟語でしたね。ですから正解は D の between ということでよろしいかと思います。さあ続いて問の29番お願いします。これは空所の左の put という表現と空所 the line。これで一応熟語が成立するんですが、それをご存知の方はあまりいらっしゃらないと思うんですね。ただし皆さん、ちょっと振り返っていただけるとよろしいかと思いますが、the line の左側になんか前置詞くっつけろと言われたら思い出せますかね。会話表現でご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、電話で話していると。そう、on the line ですよね。ですからそれを思い切って使っていただけるとよろしいかと思います。もちろんこの put on the line はじゃあ覚えますかと言われた時、まああんまり覚えてもですね、次に見かける機会はあまりないかと思います。危険にさらすという意味の熟語なんですが、それを覚えるんだったら、皆さんこの on the line ですね。それで電話で話していると。そっちの意味を覚えた方が応用が効くかと思いますので、そちらをお勧めしておきます。まあ、ひとまず正解は H の on が正解ということでよろしいかと思います。それでは問いの30番お願いします。皆さんこれはご存知の方多いでしょうね。beat around the bush。遠回しに言うという意味の熟語でしたね。ですが正解は B の around ということでよろしいかと思います。デビさん、問い31番お願いします。これ空所の右側の worldwide。この品詞をご存知の方いらっしゃるかと思います。そうです。副詞ですよね。ですから、副詞の左側に前置詞は置かなくても大丈夫でございますので、正解は L の no word ということでよろしいかと思います。さみさん、問いの32番お願いします。
で、これ空襲の右側のこのリスクですよね。これにつながる前置と言われたらもうあれですよね。そうです。at risk of。うにゃうにゃの危険にさらされているという意味の表現でしたね。ですから正解は C の at ということでよろしいかと思います。テミさん、トンネル33番お願いします。テミさん、これも空襲の右側の effort to 不停止ですね。で、これでセットで耳にしたことあるという方いらっしゃるかと思います。もちろん正解は in ですよね。in an effort to 不停止。うんたらかんたらしようとしてという意味の表現があったかと思います。ですから正解は E の in ということでよろしいかと思います。では、さっとの34番お願いします。さあ、これは空襲の右側のネイチャーとつながる表現ですよね。まあ、思わずバイネイチャーかなと思ってしまうんですが、選択肢の中にバイがないので、もう一つはインネイチャーですよね。本質的に。その知識があるかどうかを問う問題ということで、正解は E の in ということでよろしいかと思います。ナミさん、トネル35番お願いします。サミさん、これも空所の前後である表現になるんですが、それを知ってる受験生はあんまりいらっしゃらないと思いますので、なんとか前後の意味内容で言ってみたいと思います。皆さん、ヒントはこの文頭のこのあたりですよね。責任を回避したいと書いてますね。責任を逃れたいんでしょうね。で、責任を回避したいからこそ、皆さん、この guard、自分の身を守ろうとしますよね。で、スガメさん、ブラッディさんに court me、捕まれてる様子がわかります。で、すみません、この自己防衛しようとする姿勢から私を court、引っ張られてる様子ですね。つまり、自己防衛から離されようとしたんですね。っていう風にイメージしていただきますと、離れると言われたら、これですよね。ですから正解は、G の off ということで、よろしいかと思います。テミさん、トンネル36番お願いします。テミさん、これは空所の左側のこのトゥックですね。つまり、テイクウニャウニャ。そしてその空所の前後のこの肩書きがヒントですよね。ですから、これも皆さんご存知の方多いかと思います。もちろん、テイクオーバーですよね。うんたらかんたらを引き継ぐ。ですから正解は、I の over ということでよろしいかと思います。テミさん、トンネル37番お願いします。テミさん、これは空所の右側の apply with。これで熟語が成立するんですが、それをご存知の方はあまりいらっしゃらないかと思います。じゃあどうしますかということですが、皆さんヒントは空所の右側のこの par ですよね。で、この par を皆さんが聞く場面があったかと言われたら、多分わかりやすいのはゴルフかと思います。まあ、例えば1番ホールですね。このホールは4打で打ってくださいね。という設定があったとします。で、皆さんが例えば3打で打ち終えることができたとすれば、マイナス1。つまりそれを1アンダーと呼ぶんですね。で、もし5打で打ち終えてしまったら、1ボギーと呼ぶんですね。で、設定が4で皆さんが4打で打ち終えたとすると、そういう時の呼び名がパーですよね。つまりパーってのは同じという意味なんですね。で、皆さん、同じという表現で何かここに前置詞入れなさいと言われたら、これもイメージしやすいんじゃないかと思うんですが、例えば、皆さんが駅に到着したと同時に電車が発車してしまいました。で、その時に on arriving という表現を皆さん使いましたね。そうです。同時という表現は on ですよね。ですから今回も par ということですから、正解はこの h の on ということでよろしいかと思います。さあ皆さんお疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で、次につながる情報ですね。まとめていきたいと思います。まずは皆さん左側の1、2、3。こちらはあくまでも参考程度に留めておいてよろしいかと思います。一方、次につながりそうなのはこの右側でございます。4番、Lean Unyaun is a wall。もちろん、Against the wall というところで壁にもたれかかるんですよね。で、皆さん5番目、Read Unyaun is lines。もちろん、Between the lines ということで行間を読む。そして6番目、On the line。電話で話して。そして7番、Beat Unyaun is a bush。もちろん、Around で遠回しに言う。そして8番目、ウニャネザ・リスク・オフ。アッザ・リスク・オブでウニャネの危険を犯して。そして9番目、エフォットと来たら、インナン・エフォット・トゥー・ヴィということで、トゥー・ヴィしようとしてということですね。
そして10番目 in nature 本質的に。そして11番 take over うにゃうにゃを引き継ぐ。さあ、こんな感じでよろしいかと思います。ですので、ホワイトボードの右側をご覧になっていただいてですね。もし知らないところございましたら、この後ノートを取っていただけるとよろしいかと思います。そしてノートを取った後はこれですよね。さあ、赤シートで隠して、スラスラ言える。そこは頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。